マーキングするの忘れたから。遠いかな？近いかな？ちょっと寒いな。わあ、何このおしゃれ、おしゃれ。おしゃれ打つ。プールあんで、プール。 忙しい。中年部署に行くの。もしかしたら武器が手に入るかもしれない。もしくはお歳暮みたいな、お中元みたいなね、缶詰のセット。 ちょっと見づらい。気をつけとこうか。何かな？缶詰セットやったな。 来たのに、見に来たのに、ここね、金庫あるんですね。この、なんだろうな、これな、いろんな店が、ちっちゃい店が集まってるとこなんですけど、なんかちっちゃいスーパーとか、ちっちゃい薬局とか。 ここな、これでちょっともう最後、もう時間が時間なので、最後の頼みの綱で金庫を開けに行こう。さっきは<笑>もう邪魔、もうお前邪魔。 無視しとかんでよかったやんけ。ありがとう。お、この人お金めっちゃ持ってる。<笑>私なんか<笑>強奪してるみたいやん。いや、知らないわよ。花瓶の水。水。 よしよしよし、これで水1個前、今から瓶取った。これで水不足は解消されたぞ。もう万々歳。ちょっと癖入ってるから。よかったね。ここ。ここな。ちょっとゾンビ多いねんけど、 金庫があるのね。確か取りに行ったような気がする。
저 초코가 쓸까게. 난 어제 파티 먹었으니까. 네, 코코가 그린사 이거로 3가 나와. 코코가 살짝 薬系の 物が 注射器は 怪しいものではなく あれに怪しいかもしれない 筋肉注射で 荷物重たいよって時に 筋肉注射を打つと 一時的に 筋肉モリモリになって いる師匠ね。 辛くなるっていう、使うことないですね。なんか終わったかな。で、ここは特に何もないです。この建物は本当に空き家みたいな感じで椅子一つ置かれてね。で、ここが薬局の上で、まあ薬なのか調べてみましょう。 血液とかね。で、ここ、ここのガンズショップなのかな。一応武器屋さん、ちっちゃな。あー、まだいる。 銃で撃たないとか、これで石でなんとかなんないかと思ってね、石を一回投げたことあった。石ではね、できなかったです。爆発しなかったですね。これね、2つあるんですよ。でね、そうです、3つですね。だからここさえやっときゃ大丈夫なんで、これアルファ16になって初めてやった時、ここを借り拠点にしましたね。ただ夜中にお散歩来て、ここにうわーって入られましたね。よっしゃ。で、犬調べました。 持ちきられへん。ちょっと手伝いをしてほしい。こちらのこれ、これね、同じ弾なんですけど、弾を作るときに確か真鍮なしで 作れる弾なんですよ。ちょっと威力を取るんですけど、まあ、その真鍮不足の回避のために多分追加されたと思うんですけど、これは武器が壊れるの早いんですよ。なので、よっぽどのことがない限り使わない方がいい。こうやってイノシシどっかにおんねんな。
どいことしてんだよ。これらも残った。これで顔が見つけ、あ、ここね、ここに別に一回死んだらあれなので、一回取りまして、エラルフォード中にもしも死んだ場合、ここで一度料理しますね。死ぬと荷物を落としちゃうので、一応ここで救済的なもの、どうなんやろ、計画のなさ、こんな感じですよ。中途半端、このポコポコ穴開いてるところはゾンビ来れないので、私はこの、大丈夫ですか？私ちょっと有刺鉄線に引っかかってませんか？よいしょ、ここでぐるっと、で、一応なんかこうね、ちょっと有刺鉄線とかちょっとスパイク置きまして、まあ全然足りてないけど、で、ここが来れないからね、やばいな、ジャンプしてプーンって来そうやけど、まあその時はその時で、この階段は、まあ、途中から崩れてからですね。で、多分私の予想では落ちるはずなんです。多分落ちないかな、崩しにかかってくるかもしれない。まあ、ドンツケは落ちるはず。で、落ちると、下にもちょっとだけスパイクを置くね。あと、地雷とね。地雷ポンポンと置いてね。で、下に落ちた人たちはどうなるかというと、登ってくる場所はここしかないんです。危ねえ、違う撃てやん、私。で、そこからこうね、こう、上がってくるところに、ちょっとスパンに、こうね、オフィルダポンって。で、こちらこう置いてね。どうなるか分からへんけど。あんまりやりたくない。サバイバルだけしてたいな。これね、私もね、これね、気をつけないと下にプーン落ちるからね。下めっちゃ地雷置いたからね、これ、あれ。プーンだからね、もう落ちたら、死ぬよ。で、まあ、ここで、朝の4時まで。赤いね、赤いね。空赤いね。そう、7日ごとに、ヘラルフォードがある日は空が赤い、雷が鳴る。で、親切にちゃんとデイ7、数字が赤くなってるね。もうね、100とかね、なんか90何回とかになるとね、あれ、ヘラルフォードいつだっけって、だんだん計算ができなくなってくる。